場で、現場というかコースで楽しむために何が必要かっていう考えるところを、やっぱりフットゴルフで一番面白いのってタップインなんですね。当然ながらこの快感を出やすくするために、そこら辺を重視して重点的にやりたいと思う。なので今日やるのはパッティング、それとアプローチ、主に、まあ、あのそんなにロングキックとかやらないように考えてます。その辺を重点的にやってきます。でまず最初にパッティングやってきます。したらちょっとレクチャーとかそういうの前に2人1組ぐらいになって並んでもらって、相手の股をちょっと開いてもらって、そこにこう蹴る練習、こういう感じ。それちょっとやってみます。ここら辺で自由に広がってもらって、